ゲオで購入したジャンクのスイッチライトを修理する。アマンが抱っこで寝る。今日のアマンちゃんでございます。アマンちゃんがね、珍しく私の抱っこでね、爆睡しております。うん。いや、珍しいっすね。私のお腹の上で寝るなんて、よっぽど疲れてたのかな。今日は甘えん坊モードかな。ね、甘えたい時があるのかもしれないね。ぐーぐー寝てますね。気持ちよさそうですね。どうですか、あまちゃん。いい夢見てますか。それでは本編スタートでございます。どうもプニでーす。お元気ですか皆さん。今日も元気してますか。こちらですね、こちらの、ジャンク品をね、今日はね、修理していくというお話でございます。昨日ね、紹介しましたゲオ系列のね、ジャンク専門店で、購入したものになります。で、動作確認したところ、ゲオさんのね、ご指摘通り左スティックがね、ちょっとふにゃふにゃしてて、やっぱりちょっとおかしいかなという、状態でした。ちゃんとね、なんていうんですかね、記載通りのジャンクだったということですね。というわけで、今日はこちらをね、交換していきます。左スティックですね。左スティックはね、比較的交換が簡単です。まあだからね、まあ今回はラッキーだったかな。右スティックはね、交換がちょっと難易度が高いので、まあ右スティックが壊れてるものはね、慣れてない人は買わない方がいいかもしれないですね。Y 字ドライバーの2番でね、開けていきます。これがね、必要になりますんで、修理する際には用意してくださいね。この背面のね、ネジ4本。こちらがね、Y 字のドライバーになります。で、ネジはね、全部で8本になります。ネジをね、舐めないように、注意してね、取っていってくださいね。で、ここはね、プラスですね。残り4本。これがね、プラスネジになります。ここと、ここね。あとね、上にもあります。上にね、2本ネジがありますんで、それも取っていきます。これでね、開くはずです。さあ、どうかな。で、開ける場合にはね、こちらのスピーカー側から開けていきます。スピーカーのところにね、ピック入れて、クイッとやればね、開きます。ただ、初めて開ける場合には、ちょっと硬いんで、頑張ってください。で、ここまで来たら、今度ね、後ろ。汚れてんな、だいぶな。よいしょ。こう、手垢がすごいっすね。で、ピックをね、入れながら上も開けていきます。さあ、これでパカリンコできるはずです。おう、思ったより綺麗だな。もっとホコリだらけかと思った。上のね、フィンのところ、あそこにね、ホコリが根詰まったりするんですけど、全然平気ですね。まあ、汚れてはいるけど、軽く清掃するぐらいで。今回こっち側変えますんで、裏返しで右側の、基板のところですね。なので、今、基板側から見て、
左側のね、右スティックを交換するのはね、結構簡単ではないんですよ。まあ、画面右側のね、左スティックを交換するのは、基板がね、分かれてるんで、楽なんですよね。で、このケーブルはね、取る必要がなかったです、結果。なので、外さなくていいです。ここは外してください。ロックがあるんでね、ロックを外してからケーブルを抜く感じです。で、次、この下ですね。これもね、ロックを外して、抜くっていう感じです。ここね、ロックがあるんで、持ち上げてね、抜いてください。こんな感じ。で、次はどうするかというと、どっから外すかな。スピーカー外しましょう。で、スピーカーのネジね、ここはね、外してください。よいしょ。で、もう一本ね、ここにあると思ったんだけど、これね、違うんで、外さなくていいです。この一本だけで止まってるんで、スピーカーね。こんな感じで、スピーカーケーブルはね、つけたままでいいです。このまま、横に避けといてください。切らないようにしてくださいね。そしたら、LZ ボタンのね、ネジを外していきます。これね、2本。これはね、どうしても外さないと、交換できないんで、スティックがね。ちょっと待ってくださいね。よいしょ、こいでね、順番がわかるようにしてますんで。ネジのね。よいしょ。で、これがね、カポッて外れます。で、次はね、これ。L ボタンね、外しといた方がいいです。これね、バネがついてるんで、なくさないようにね。まあ、基板先に取っちゃうと、バネがボヨンってね、どっか行っちゃうと思うんで。そしたらね、次ね、基板のネジ4本、外していきます。よいしょ。また順番変えて。これね、紙コップでもいいから、こうやってね、ネジをね、取った順に、並べておくと、楽ですよ。まあ、結構ね、ネジまとめてごちゃって置いちゃうと、慣れてる人ならね、大丈夫ですけどね。初めて分解する場合には、こうしといた方が楽です。そしたら、外すんですけど、ちょっと待った、忘れてた。ここのスティックのケーブル、これもね、ロックがあるので、ロックを外して、引っこ抜いてください。よいしょ。これね。で、これで基板が外れます。これ。これね。あ、端子汚れてんな。よいしょ。横に置いときましょう。そしたら今度ね、スティック。これね、ネジ2本で止まってるんで。これで交換ができるはずです。やっぱりね、こっちのスティックの方が、ゲームでね、よく使うんでね、すごく故障率が高いんですよね。さあ、そしたらね、まあ、交換していくわけなんですけれども、この辺ね、ちゃんと鳴らしておきましょう。まあ、新しい部品がこれなんですけど、部品自体はね、そんなに高くないんですけど、でも Amazon で買っても1個700円ぐらいするかな。まあ、なのでね、まあ、あまり安すぎてね、初期不良とかだと困っちゃうんで、
まあちゃんとしたの買った方がいいと思います。まあ1個700円ぐらいの買ってるかな、私の場合は。で、この状態でね、あ、全部バラッとした、ネジをね、締めていきましょう。よいしょ、先にね、スティックのネジ止めちゃいましょう。今ね、ネジをね、まあ、ケースに入れてなかったから、まあ、なくさなくてよかったですけど、ちゃんと入れといた方がいいですよ。手が当たったりしてね、プーンって飛んでいく場合があるから。ね。そしたらね、手垢などをね、取っていきましょう。ね。せっかくだから掃除しましょう。分解したらね、やっぱり、掃除はね、ちゃんとした方がいいです。掃除しないでね、壊れた部品だけ交換すると、まあ、後々ね、故障の原因になったりするんで、まあ、綺麗にするのは、いいことですよね。で、外装のね、ホコリなどもね、全部掃除機で吸い取りました。私はね、吸い取る派ですね。エアダスターでね、拭く人もいるんですけど、部屋が塵だらけになっちゃうからさ。私はね、掃除機派。ただ、部品をね、吸い取っちゃうかもしれないから、そこだけはね、注意した方がいいです。吸った後に、部品がちゃんとついてるかね、確認した方がいいです。で、端子部分もね、イソプロピルアルコールかなんかでね、まあ、無水エタノールでもいいですけど、掃除しといた方がいいと思います。最近私はね、まあ、いわゆる IPA っていうのを使ってます。イソプロピルアルコールですね。言いにくいですよね。今回結構汚れてますね。よいしょ。まあ、あれだな。結構、汚れてたわ。で、ここね、今ね、ケーブルこの状態でつけようとしてるけど、まずここ外す必要がなかったっていうことと、もし外しちゃった場合は、基板をね、取った状態でつけた方がね、楽です。なのでね、バカな私はね、この状態でつけてますけれども、不器用なのに、ね、難しい方法でつけてますね。まあ皆さんはね、取らないか、基板を外した状態でつけた方がいいです。で、ここね、スティックのケーブル、外にね、出しといてください。こんな感じ。で、基板のネジをね、止めちゃいましょう。よいしょ。ここもね。まあ、ネジはね、取り外したときにね、まあ、取り外したようにつければいいだけなので、まあ、皆さんはね、簡単でしょうね。で、ここのケーブルはね、しっかり刺してください。斜めに刺さってると、ボタンが効かなかったりするんで、ここはね、しっかり刺すようにしてくださいね。もしね、L ボタンとか、LZ ボタンとか、そういうのが効かなかったらね、今のところのケーブル、確認してみてください。あとここね、細いケーブル、注意してつけてください。で、そしたら次はね、ボタン、電源ボタンね、今触ってるけど、あれはね、まだ、そこにね、つけない方がいいです。
あ、そうそう、スティックのケーブルね、忘れてたわ。うん、これね、しっかりつけてくださいね。うん。そしたら、スピーカーをね、取り付けて、ここでね、動作確認します。うん。よいしょ、スティックのね、これ届いてないですけども、この場合にはね、一回、補正をね、してください。この画面ですね。さっきのね、画面から補正モードに入れるんで、そこでね、補正をね、実施してください。よいしょ。そしたらね、綺麗に、うん、補正されましたね。うん。バッチシですね。これで、まあ、無事動くはずです。そしたら、まあ、掃除しながらね、うん、組み立てていきましょう。で、ここ、バネなくさないようにね。バネなくなったら、結構、ね、合うバネ探すの大変かもしれない。結構ね、細いからね、ここのバネね。これもね、きちんと掃除しておきましょうね。で、これをつけてから、電源ボタンなどつけないとダメなんですよ。レールがあるんで、そのレールの上をね、ケーブルはわさなきゃいけないんで。なので、これをね、先につけた方が良かったですね。よいしょ。すいませんね、不器用なんで。ネジがなかなか入んなくて。で、レールをね、通しながら、これをね、所定の位置に戻していきます。ここね、溝があるんだけど、溝にね、うまく入らないね。まあ、不器用なんで。すいません。そしたら、まあ、あとネジね、締めていくだけです。下と上が、プラスネジで、で、背面が Y 字ドライバーですね。でね、磁石にくっつかないんで、めんどくさいっすよね。まあ、ラストスパートなんでね。まあ、ゆっくりじっくり。慎重にね。ネジ山とか、締めすぎて外装をね、壊したりとか、しないようにしてください。まあ、たまにね、私、自分のだと電ドラ使ったりするんだけど、まあ、なるべくね、電ドラじゃない方が、私はいいと思ってます。さあ、というわけで、最後の一本のネジをね、締め終わりました。じゃあこれでね、動作確認をしていきましょう。まあ一応ね、注意点を、まあ、細かくね、説明できたかなと思ってます。ですのでね、皆さんもこれをね、参考に頑張ってみてください。じゃあね、ボタンチェック、まずスピーカーですね、大丈夫ですね。で、ボタン、全部効きますね。よし。大丈夫ですね。プラスマイナスも効きますし。スティックの押し込みも大丈夫ですね。じゃあ、もう一回スティック、一応見ときましょうか。どこだっけ。これですね。スティック補正。まあ大丈夫ですね。問題なく直っております。で、右スティックね、ちょっと汚れてたのは後で掃除しました、ちゃんとね。こっちもね、大丈夫ですね。まあいずれちょっと右スティックも交換した方がいいかな。まあというわけで、スイッチね、無事に動きました。いやー、よかったな。まあ、これをね、
何に使うかっていうのはあるんですけど、まあ今回ね、まあこれ交換したんですけれども、まあ興味のある人はこのスティックバラしたりするとまた面白いですよ。うん、それではまたね。いや、よかったすんなり治って。これ右スティックだったらね、まあ、ほんとね、めんどくさかったんでまあ分解するね、数が増えるだけなんで、まあそれはそれでいいんですけど、あ、一応ねこの撮影ボタンとかもきますね。よかったよかった、備品だしね。というわけで今日もご視聴ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、コメント、評価いただければ嬉しく思います。いやー、スイッチライトね、手に入れたのはいいんですけれども、何に使うかっていう話がねあるんですよね。まあゴロゴロしながらできるからいいよね。